ネオモングル一派の山口です。山本です。ということで今回は特防最弱のコイキングで特攻最強の電磁木の電磁砲を受けたいということで検証をしていきたいと思います。はい。ちなみにコイキングのデータとかってあるんですか？コイキングは骨が多くて身が少ないから食べにくいっていうのはありますね。なるほどね。じゃあ今回も企画やってみましょう。違うよ、その電磁木とのなんかある？電磁木、特防最弱のコイキングが特防最強の電磁木の電磁砲を受けたら、はいはい、大体26匹倒れます。おー、なるほどね。そいつをもう打ち上がらせんようにするのが今回ってことか。そういうことです。はい、頑張って耐えていきましょう。やりましょうか。はい。さあということで対戦やっていきましょうか。はいはい。じゃあ今回また用意したのは何なんですか？そうやね、コイキング側は、はい、タルップル、ココロモリ、コイキングの3体。はい。で電磁木側はミュウツーと電磁木ですね。なるほどね。その全く活躍せえへんかったミュウツーがまた来てると。今回はちゃんと活躍させます。いや、いいね。じゃあまずタルップルは何すればいいですか？タルップルはいびきかいてください。はい、わかりました。何もすんなってことやな。そういうことです。はい、分かってきたよ、ちょっと。システムが分かってきた、この。じゃあスキルスワップで熟成になると。そう、入れ替えたわけやな。熟成されたミュウツーを完成させてこのターンは終了です。なるほどね。タルップルの出番は終了。はい、交代。そうなんや。もう交代して心盛りにつないでください。わ、はい、かりました。で交代すると。はいはい。じゃあ心盛りがいろいろ頑張ってくれるわけやな。そういうことですね。もうこいつ超重要です。なるほど。で、ド忘れで、6段階上昇してください、特防。はい、わかりました。まあ、積まなきゃやってられねえよ。そういうことですね。はい、もう毎度おなじみの。積んでいきましょう。まあ、こいつがな、単純なおかげで、ランク上げやすいの。なるほど。数回で済むわけやな。そういうことですね。え、これで終わり？これで終わり。あ、なるほど。いや、黙って、これカットするノリでいいのか。なるほどね。これで、一応6段階上がったんか。早い。早い。で、これで光の壁を張って、はい。で、交代ですか。交代バトンタッチでつないで準備完了なんですよ。なるほど。いや、手数が少ない、今回。そう。ねえ、もう前回のやばかったやん、あれ。超やばかった。そう、ヒンバスのやつ。じゃあ、バトンタッチしますよ。はい、お願いします。はい。ミュウツーいびきかくんやな。なんか下品やな。ねえ、間抜けというか作られた感ないよな。じゃあコイキングに変えます。はいはい。じゃあコイキングを出してこれで6段階上がってる状態やな。そこでコイキングは跳ねてください。はい、わかりました。跳ねて耐えるわけ。あれ、まだか。違います、まだです。ここで熟成を渡して、はいはい、耐える準備。そう、え、まだ耐える準備はもう完了です。あ、なるほど。あ、そっか、キャラが違うんや。そうなんですよ。そうそうそう。じゃあ跳ねたらいいんか。跳ねてください。なるほどね。あんな最初に電磁木の電磁砲って言ってたのに。ミュウツーからの技耐えるつもりでいたわ。じゃあまた跳ねると。これでもう完全に準備完了。はい、じゃあこれであとは受けるだけと。そういうことです。じゃあ跳ねます。跳ねてください。はい。電磁木はダイマックスの電磁砲を。え、マジで？あ、なるほど。ダイマックスまでもまでも耐えられるようになります、これで。わー、すげえ。あ、じゃあコイキング強いんや。そんなことは。いや、強いでしょう。この手数の少なさとか、いろんなこの手間のかかってなさとか。あ、ここ、はいはい、ここで半減味を。半減味。おお、耐える。すげえ、すげえ。いや、強い。このコイキングは強いぞ。全然そんなことないです。過去補正ですか？過去補正です。まあまあ、でもね、耐えれるってことはもうこっからコイキングは無限の可能性を秘めてるっていうことが分かったってことだな。そうやな、跳ねるがなんか100万分の1で相手倒せるみたいな。あるよな、それ。そういうことやな。そういうことですね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。